皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の武田でございます。今回は楽譜を押しちゃう中級編ということで、まあ、簡単に言うと、楽譜読めるようになっちゃうぜという感じのコンセプトで作られております。まあ、この動画は3本目、3日目の動画になりますので、いきなりこの動画にたどり着いてしまったよという方はですね、初日の方からご覧いただければなと思う次第でございます。とりあえず、まあ、早速、3日目にスタートしますと、給付になれると書いてあるとおり、その通りです。給付が出てきます。給付。名前は別に覚えなくてもいいんですけど、まあ、この際覚えてしまいましょう。この1本の音符、この人は8分音符という音符でしたね。8分音符。で、それに対して、この人、8分給付というやつです。まあ、この辺、初級編でもちょっと出てきたので、もう覚えている方いらっしゃるとかと思うんですけど、まあ、少し復習がてら。8分給付です。で、この2本入っている人が、この人が16分音符ってやつですね。16分音符。で、それに対してこれが16分9分でございます。この8分とか16分っていうのは、その音の長さを表す言葉になりますので、基本的にはもう読み方としては一緒です。読み方というか、その音の長さは一緒です。ただ、違いとしては、音を鳴らすのか、それとも鳴らさないのかということです。こっちが音を鳴らすよという音符、こっちは音を止めてねと、鳴らさないでねという音符です。で、その期間は一緒なので、例えば8分音符、そうだな。まあ、その8分音符が 0.5 秒たとするじゃないですか。曲によるんですけれども、BPM60 の曲においては、8分音符は 0.5 秒です。0.5 秒の音の長さをバーンって、出してねというのと、0.5 秒を音を何も出さないでねという音符の違いです。0.5 秒は変わりありません。ちなみに16分音符だったら 0.25 秒ということですね。そんな感じです。で、給付になれるために、さあ、どうしたらいいかというとですね、これちょっとややこしくなってくるんですけれども、音符を入れ替えます。給付と音符をすげ替えるといいますか、チェンジします。例えば、こう来られると、えっ？ってちょっと思いますよね。どういうことだと。なんだこの音符。ちょっと見たことないぞ。どういうふうに言えばいいんだろう。どう解釈すればいいんだろう。って思いますよね。けれど、この音符が、もし、これだったとしたら、もうすぐわかるじゃないですか。すぐわかるじゃないですか。あ、これタンタカだって思いますよね。けど、これはどういうわけか全然わけがわからない。けど、これはタンタカだってすぐ読めるようになる。けど、実はこれ一緒なんですよ。どういうふうに考えていくかというと、この給付を音符にしちゃうんです、まず。こう外枠がありますよね。この外枠。で、この真ん中の給付が、ここの部分がこの16分音符になっているはずなので、あ、なんだ。じゃあ、ここをくっつけちゃえばいいじゃん。となる。そうすると、この形に進化するわけです。あ、なるほどね。この音符は給付を音符にすれば、こういう感じの並びになって、あ、これをもう合体させれば、こういう音符になるなというのが何となく見えますかね。で、実際どういうふうに読めばよいかというと、実際に音符として扱う分には、タンタカと読むと言いましたけれども、この真ん中の音符は本当は存在しないわけですよ。これは存在しない。ただ、ちょっと見やすくするために音符にしちゃいましたけども、本当は弾いちゃいけない。本当は休まなければいけない音符。なので、一回こう、タンタカって言葉を書いちゃうんですね。まあ、まだテキストは書かなくていいんですけれども、もしその読む時が来たならば、タンタカってまず書いちゃう。で、そこから変換をするわけです。タン・ウ・カ。ウです。ウ。タン・ウ・カ。という読み方にする。ちなみに、タンを給付にするときは、ウン。です。タを運にしちゃうわけですね。タをウにしちゃう。そうすると、かなりイメージが湧くと思うんですけど、どうでしょうか。タンタカ、タンタカ、タンタカっていうリズムが、タンウカ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 っていうリズムになるわけですよ。なんかちょっと見えた気がしませんか。どんどん行きましょう。ほいほい、ほいほい。次。どれにしようかな。
こんな感じの組み合わせが来ました。今までの、その覚えた中でいくとすると、これはまあね、まだやってないので、うわぁ、なんだこれ、またわけわかんないのが出てきたななんて思うかもしれないんですけれども、またさっきと同じように音符に置き換えていきます。そうすると、この組み合わせは、これはそのまま置いておいて、これがこうなるわけですよね。おやって思いません。おやこれ、もしかして、おやこの辺がニロニロロロロロといって、ニロロロロロといけば、なんだ。たかたんじゃないですか。あ、もうたかたんじゃないですか、これ。つって。あ、これ高校生の時の、高校生の時の友達の前なんですけども。あ、もうたかたんじゃないですか。すごい難しい組み合わせかと思いましたら、すげえこれ。超簡単ですね。あ、消しちゃった。消しちゃいかんです。そう、たかたんになるんです、結果的には。で、それに、それができたらば、ここの休符の分を運にしなければいけないので、たかたんとまず書いて、で、その次に下書くのは、たか、うん、ということです。たか、たん、たか、たんが、たか、うん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 、になるわけですね。そんな感じでございます。もう一個ぐらいやっておきましょうか。ほい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 。こんな感じの組み合わせがありました。もうわかりますでしょうか。まず、このそのままの音符がまずバッとあって、で、この休符を音符に変えてしまうわけです。そうすると、結局これ全部16音符ですよね。で、書き換える形としては、こうなると。で、もちろん読み方は、2日目でやったように、たかたかです。でも、この3個目の音符、ここの部分は本来ない音なので、たか、うかというリズムになります。たか、たかが、たか、うか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 という感じのリズムになるということです。ちょっとなんかこう難しいかな、難しいと感じるかもしれないんですけれども、ちょっとややこしいと思います、正直なところ。では、まあ、これもね、また10分、15分、少し真面目に取り組めば全然わかる範囲だと思いますので、頑張ってやってみていただければなということでございます。では、そんな仕組みを理解したところで、また一緒に読んでいってみましょうか。1段目からこの読んでいきたいところなんですけれども、ちょっとやってみていいですか。少し予習をしてもらっていいですか。1段目。タンタカターン、タンタカターンまではいいんですけれども、その後からちょっとこうね、いろんな音符が出てきますよね。休符が出てきますよね。いろんな組み合わせが。あ、ちょっとこれ待って、まだ難しいなと思った方は、一回ビデオを止めて、何かしらこうシャーペンとか赤ペンで読み方を書いてください。歌詞を書くような感じで。じゃあ、ちょっと1段目からいきます。ワン、ツー、スリー、フォー、タンタカターン、タンタカターン、タン、ウカターン、タン、ウカターン、タカタンタン、タカタンタン、タカウンタン、タカウンタンでございます。タンタカタン、タンタカタン、タンカタン、タンカタン、タカタンタン、タカタンタン、タカウンタン、タカウンタン。こんな組み合わせでした。ちょっとややこしいですよね。でもまあ、うまくいかなくても、もう一回ビデオの巻き戻しをしたりとかして、一緒に歌えるようになっていただけると良いかなと思います。どんどんいきます。2段目。ワン、ツー、スリー、フォー、タンタカタンタン、タンタカタンタン、タンタカタンタン、タン、ウカウンタン、タン、ウカタン、ウンタン、ウカウンタン、タン、ウカウンタン、タン、ウカウンタン。ということです。なんか叩いた方がいいですかね。タタタンタンタン、タカタンタンと。そんな読み方でした。3段目いきます。3段目。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー、タカタカタンタン、タカタカタンタン、タカタカウンタン、タカタカウンタン、タタタウンタン、タタタタウンタン、タタタウンタン、タタタウンタン。こんな感じです。あ、タタって言っちゃいましたね。タカタカタンタン、タカタカタンタン、タカタカウンタン、タカタカウンタン、タカウカウンタン、タカタカウンタン、タカウカウンタン、タカタウンタン。そんな感じです。4段目いきます。4段目。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー、タカ、ごめんなさい、間違えました。ワン、ツー、スリー、フォー、
タンタカタカタカタンタカタカタカタンウカタカタカタンウカタカタカタンウカウカタタタンウカタタタタンウカウカウカタンウカウカウカ。そんな感じです。ウが多くてちょっと大変ですね。タンタカタカタカタンタカタカタカタンウカタカタカタンウカタカタカタンウカウカタタタタンウカウカタタタタタタンウカウカタタタタンウカタタタタンウカタタ。そんな感じでございます。なんとかわかりそうでしょうか。何度も言いますけれども、その下のところに、ね、一回文言を書いて確認をすると良いかなと思います。というふうに読まなければいけないのかなということ。そんな感じです。まあ、以上が3日目になります。どうでしょうか。うまくできそうでしょうか。ちょっとここややこしいですね。できれば、時間をかけてゆっくりと理解をしていただければなと思います。はい。一見難しそうな塊も、一度音符に書き換えると割とシンプル。まあ、そんな感じですね。できればその C の括弧の中ですね、それぞれの塊を音符に直した例でございますとのことで、その音符を、ね、どういうふうに書き換えているのかというふうに、例をいくつか示しておりますので、参考にしてみていただければという次第でございます。3日目は以上です。ちょっとややこしかったです。頑張って乗り越えてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。